FM ギノワンをお聞きの皆様、改めましてこんにちは。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 さて、ここでですね、79.7 メガヘルツ FM 機能湾よりお天気、そして道路交通情報をお届けいたします。はい、まずマルキオビルのお二人の方からお天気情報をよろしくお願いします。はい、今日5日5日のですね、天気予報、はい、雨のち曇り、北東の風のち東の風、雨夕方から曇り、ところにより昼過ぎまで雷を伴い激しく降ります。波1メートルのち 1.5 メートル、うねりを伴う。はい、で、降水確率が12時から18時まで 60% です、はい、ちょうど今ですね。はい、18時から24時までは 20% なんでね、雨はもしかしたら降らないかもしれません。で、日中の最高気温が30度となってます。はい、はい、まだまだ暑いのでね、水分補給お願いします。はい、はい、これ明日も読みますか。明日重要なので、私たちにとって、宜野湾市民にとって明日は重要な日なので、明日重要な日ですからね、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、明日6日、曇りのち雨、東の風、曇り、夕方から雨、ところにより雷を伴い激しく降る、はい、激しく降る、激しく降ります、はい、激しく。波 1.5 メートル、後2メートル、うねりを伴う、はい、で、波もうねりまくりでございます。うねりまくりでございます。で、明日のね、降水確率がですね、最高で 60%。 うわ、まあ、午前中はね、20% と降らないかもしれないですけれども、で、ね、で、朝の最低気温が27度、うん、日中の最高気温が31度となっております。重要な時間に雨が降りそうですね。明日はね、もうあの大事な日ですからね。そう、大事な日なんですよ、うん、明日はあの羽衣祭りがありますので、マジでお願い、本当にお願いしますよ、頼むぜ。なんとか。でも羽衣祭りね、はい、結構雨降るイメージあるんですよね。あー、分かる、まあ、言いますよね、毎年みんな、うん、雨降るよねって言いますね。降る頼むよ。今年はあの、じゃあちょっと翔ちゃん、あのタオル、バスタオル、白いバスタオル、はい、体に巻いて、あの外にちょっとぶら下がっててもらえます、誰がテルテルなんですよ。そんなや、ぶら下がるとかできるかも。できて、お前が言え。なんで俺が言えば今。てるてる坊主っていうよりは、ハゲてる坊主だけどね。はい。はい。はい、じゃあ、私の方から、イエス。道路交通情報を、皆様にお知らせします。お願いします。はい。ですね、まず、沖縄道上り、金インターチェンジですね。金インターチェンジで、こちら、工事のため、一車線規制となっております。うん。また、じゃ沖縄道下り、那覇、西原ジャンクション付近で、こちらも工事のため、ちょっと規制中となっております。はい。はい、続いてですね、一般道をお伝えいたします。はい、お願いします。今日ね、なんかね、多分あんまり混んでないと私は予想してるんですけれども、はいはい。なんかさっきは変な音が聞こえる。はい、私か。なんかちょっとコードを引っ張って、ちょっと変な音が入ってました、うん、失礼しました。ですね、うん、一般道をお伝えします。はい、国道58号線、はい、那覇向きグスクマを先頭にちょっとね、渋滞が大蛇な、グスクマから大蛇なまでちょっと長めの渋滞が接しております。はい、そして逆方向、国道58号線茶谷方面向き、こちらもグスクマを先頭に、アジャ交差点にかかるぐらいまで結構長い渋滞になってますね。はい、はい、ちょっと国道58号線は混んでおります。混んでますね。はい、また58号線の、うん、国体道路入り口付近もちょっと混んでますね、はい、渋滞してます。はい、ちょっと茶谷方面車がいっぱいいるみたいです。はい、それぐらいですね。それぐらい、軽いな、なんかそれぐらいですね、じゃないそういうね、まあ一応混んでるというかね、58号線が混んでるよと。58号線が特に混んでおりますね。わ、うんうん、かりました。はい、今日朝出勤する時も、なんかわかんないんですけど、いつも混んでないところが混んでて、はいはい、やっぱちょっと雨の影響かなと。わかる、うん、混んでましたよね、来る時に。混んでましたね。今混んでました、うん、ちょっと混んでましたね、うん、この大蛇のところがね、坂が、うん、よく混みますからね。結構混みますね、あっちは。はい、ということで、お天気、はい、そして道路交通情報をお伝えいたしました。はい、はい、はい、ということでですね、はい、今日金曜日は、毎週金曜日は、メールのテーマがフリーとなっておりますので、フリーですよ。はい、もう何でもあなたが言いたいこと、電波に乗せたいことを、まあ何でも送ってきていただけたらいいなと思います。はい、メールアドレスは797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com です。はい、お願いします。あとですね、FM ギノワンはツイキャス、はい、そしてユーストリームで映像と音声をネット配信しておりまして、はい、
そしてサイマル放送インターネットの方でサイマル放送もやってますので、うん、こちらはまあ音声だけ、はい、音声と音楽なんですけど、うん、はい、まあ、同時にお楽しみいただくことができますので、はいはい、ぜひそちらも聞いてみてください。お願いします。はい、それではですね、一曲、曲をお届けしようかなと思います。一、はい、曲ね。はい、ですね。はい。Walk the Moon。はい。Walk the Moon。はい。の。何ですか？ん？Shout up and dance。はい。はい、お聴きください。B ファンさん。それどうすか、マルビルで売ってきます。俺らマルビルでやってっからさ。よろしく。マジだ。そこんとこはよろしく。エコザイルさん、こんにちは。この上の中で。マイク一応つけてこうやって喋った方がいいっすね。これで入れてるんで。はい。私でもそういうのちょっと疎いです、苦手です。これがなんか俺自体はまだ分からないわけ、分かるんだけど名前が出てこないわけ、この映画俳優の。その映画俳優の名前を当てようってこと。当てようってこと。当ててどうするの。あー、すっきりしたい。あ、すっきりしたい。誠実すぎないでしょ。これで終わり。一応いいけど。あ、でそっから次にでその、うん、あの声真似ができるわけ。あ、そうですか。はい、あ、やろうやろうじゃん。よ、何や、声真似できるやつ思い出せんば。マック食ってきた。鼻に絶対なんかついてる。ケチャップ。あ、でもちょっとそれ。おお、正解。やった。ハマってる。その前にあれしたいです。お知らせちょっとだけ読みたいです。あ、オッケーです。カラーでいいですか。はい、はい、です。いや、もう全然丸ビルで大丈夫ですよ。呼びやすい方で。ありがとうございます。ありがとうございます。どっちがチャラいか今度勝負したいね。このね、チャラい、うん、むくちゃんの AKB さん。でも彼もね、かなりのチャラさだと思うから、うん、いやでも分からんよ、うんうん、だってさ、チャラいって言ってんのに無口なんだぜ、うん、どういう…じゃあなんか無口なチャラさ表現してくるんじゃない。むずいな、無口なチャラいってな。むずいな。さて、ただいまお届けいたしました曲は、Walk the Moon の Shut Up and Dance。ダンス、はい。いつもダンスを忘れるんですよね。いい曲でしたね。いい曲だった。ということで、ここで、お知らせを一つさせていただきたいと思います。お願いします。はい、いよいよですね、今週末、しかも明日、8月6日、7日、はい、ここ、宜野湾海浜公園でですね、はい、羽衣祭りが行われます、はいはい、そして FM 宜野湾もこの羽衣祭りを生中継いたしますので、はい、4時間の特番で、
なので、ぜひ明日8月6日のハロゴロモ祭り特番お聞きいただきたいと思います。はい、そしてですね、なんとその中で豪華リスナープレゼントをですねご用意してるんですよ。はい、なんだなんだ。ちょっともう今初めて皆さんに発表するので、ちょっとね お楽しみに聞いていただきたいんですけれども、明日8月6日土曜日の17時から21時の4時間生放送で、ラグナガーデンホテル朝食付きペア宿泊券を2組様に1組かなと思いきや、はい、そうなんです、2組様にプ、ねはい、レゼントいたします。ご希望の方は番組にですねメールを送っていただきたいので、はい、番組のメッセージテーマ夏の思い出についてのエピソードと、必ず住所、氏名、電話番号を添えてメールを送ってください。はい、はい、メールアドレスはいつもと変わらず797@fmギノワン.com、 797@fmギノワン.com となっております。はい、はいはい、なんと豪華リスナープレゼント、ラグナガーデンホテルさんの朝食付きペア宿泊券が抽選で2名様に当たりますので、うんはい、皆様からのメールをもうね今から送っていただいても全然大丈夫なので、はい、今から送っといて、ぜひ、ね、はい、送ってください、はい、よろしくお願いします。待ってます、はい、ということでなんかね、翔ちゃんがみんなに解決してほしいことが、そう、そうなんですよ。解決してほしい、はい、まあもあすいませんね、戻すんですけど話を、はい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 、大自然さんっていう、お笑いコンビがいまして、僕なんかの先輩にあたるんですけれども、はい、大阪の芸人さんなんですけどね、うんはいはい、最近 ABC お笑いグランプリもあって、うん、結構いい結果を残した方々なんですけど、はい、その人のうちの一人が、うん、めちゃくちゃ声がその洋画の俳優している人のナレーターに似てるんですよ。なんか言ったら声優さんですよね。そうそう、なるほどなるほど、はい、すごい遠回りしてきますから。そうそうそう、はい、なんだと思っちゃいました、ね、でまずはその声真似をしますので、これでちょっとあこれじゃないかっていうのを当ててほしい。あ、お前がその声優の真似をするから、うん、どの俳優さんかを当ててくださいってこと。そう、いや、そう言えやお前。じゃあやって、外人の名前を言えばいいんですよね。そうそう、外人の方、声優さんじゃなくて外人さんの方ね。オッケー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 、じゃあお願いします。3、2、1、どうぞ。なんだって、やつが俺を狙ってるだと。どう、わからん。まんま翔ちゃんの声ですね。誰よお前。誰、わからん、わかんないかな、わからん。シルベスター・スタローン。待って、これってさ、うん、沈黙の艦隊シリーズとか、沈黙シリーズの人、うんうん、じゃない。沈黙、お前が答えわからんば。待ってけ、これ上位何が起きてる今。シルベスタースタローンってさ、はいはいはい、ロッキーとかじゃない。そうそう、ロッキー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 じゃない、ロッキーじゃない。でも沈黙のなんとかシリーズっていうのがヒントだったら、そうそう、あれだろ、顎が割れてる人だろ。そう、顎が割れてるっていうか、なんか身長大きい人、大きくて、あいつ何だったっけ。沈黙、わかるだろ。え、日本人の奥さん、日本人が奥さんだったばって。何だったっけな、何だったっけな、名前めっちゃ忘れてる。何ですか、沈黙のなんとかわかんないんですよ。なんで沈黙のなんとかわかんないんですか。やばっ。でも顎が割れてるで思い浮かんだのはジョン・トラボルタじゃないですよ。違う違う、そんなじゃ、シュワちゃんです。あ、シュワちゃんじゃない、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 何だったっけ、定時気になる。ロバート・デ・ニーロだったかな。じゃない、じゃない、なんてかな。あ、白人ですか。白人、白人、まあ、ちょっとラテン、ラテンなのかな。何だったっけ、スティーブ、あ、わかったわかったわかった。あ、待って、じゃあいいよ、お前、ショウヘイっていいよ。俺がっていいの。はい、いいわ、俺だけスッキリするよ。いいよ、いいよ。スティーブン・セガール。あー、そう、スティーブン・セガールだ。そう、やっと思い出した、思い出した、スティーブン・セガールだけど、マジで似てんな。何を言ってる、今めちゃくちゃ似てるだろ。いや、似てんだろや。え、この人は、スティーブン・セガールさんは、沈黙のなんとかに出てるんです、うん、出てる出てる、うんうん、沈黙シリーズで有名な。なるほど、うん、そう、めちゃくちゃ有名だよな。うん、え、わかんないんすか。電車の上で叩くやつっすよ。私、人の名前あんまり覚えるのに苦手で。うわ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 、一番ダメだよ。いるわ。人の名前覚えられるのって一番良くないことですからね。いるわいるわ。そうですよね、うん、日本人だったらまだしも、日本人だったらね。そりゃそうですよ。そうなんですよね、はい、外国の方の名前はなかなか覚えられないですね。映画の題名とかも一緒なんですよ、うん、この見た時は覚えてるんですけど、はいはいはい、その見た後に、うん、そういえば何々一緒に見たよねとかこういうこと言われても、うんうんうん、どういう話みたいな、そういうのを教えてもらえないと
内容聞かないとわからない。そう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 、だから、その映画とかの題名も覚えられないんですよ。いやでもわかりますね。わかります。言ってる意味は。そうなんですよね。でも多いと思いますよ。ちょっとびっくりして今ちょっとパッて目に入ったのが、はい、一応滑り台用が出よったっていうね。ツイキャスの方でね、エコザイルさんから滑り台、うん、おい滑り台用。やめろ。俺たち滑り台用って呼ばれてるぞお前。今まで言われたことないですよね。いいで、まあ、でも大王になれたからいいっすね。そうね、はい、ただの滑りだったらいいやすけど、そうそうそう、大王ですから、だから一応王様取ってるんで。ありがとうございます。キングですからね、うん、はい、じゃあメールなんか来てますかね。メール来てます。ちょっとメールじゃ読んでいきましょうかね。はい、お願いします。はい、いきます。はい、はい、ターマブチュ、はい、ブチュマルピーのお二人さん、ハウディエコザイルですよ。あ、はい、エコザイルさんだ。マルキオビルと申します、うん、こんにちは。はい、今日もね素敵なノイズありがとうね。ごめんなさい、最初ねちょっとノイズが入ったと思います。失礼いたしました。はい、でこちら、うん、はいはい、飛ばし、はい、祭りの雰囲気は好きだけど人混みはあまり好きじゃないから、うん、彼女いないと行かないのよね。なのでここ数年行ってない。ターマ紹介よろしく。多分ね、彼女女の人を紹介してくれと。女の人紹介してて、さて、うん、今日は忙しくてネタ考える暇ないから聞くだけにしとこうね、うん、じゃあ後からやということで、エコザイルさんありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうね。なんか紹介してほしいみたいですよ、女性の女の子。はい、うん、祭りの雰囲気は好きだけど人混みがあまり好きじゃないと。あー、わかります。うん、ちょっとわかる。人混みね、わかるわかる。人酔いしますか、うん、人混み。え、祭り、明日箱の祭りじゃないですか。そうですね。こんな前日に控えてあんまり祭り好きじゃないっていう話。いやいやいや大丈夫ですか。不謹慎ではある。いや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 、不謹慎ではある。祭りは好きです。私も祭りは好きだけど、でも分かる分かる。人混みは、うん、なんだこの目移りしちゃうんですよ。目移り、私前から人とかがいっぱい来るとなんかその人のことをめっちゃ見ちゃうんで、うん、なるほどなるほど。人がいっぱいいるとあっち見てこっち見て、うん、全部の人の顔をなんかキョロ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 見ちゃうんですよ。なるほど、忙しくなっちゃうんだ。そうそう、それでなんか目がすっごく疲れて、なんかだからね、はぐれたりします、祭り中。いや、はぐれはしないかな。はぐれはしないんですけど、うん、キョロキョロ見ちゃうんですよ。彼氏と祭り行ったことあります？今まで。祭り、祭りはないかな。ないです。ないの？翔ちゃんは？翔ちゃんはね、うん、ないですないないです。あります？俺もないです。マジでない。本当に行ってみたい。でも待って、あ、待って、ちょっと3人ともなんか悲しくないですか？大変よ、本当に。こうちゃん、こうちゃん、うん、明日行く？いや、なんでやという感じで行けば。行くけど。あ、行くんですか？遊びに来てくださいね。行きます、行きます。女装した方がいい。ぜひぜひ。いや、大丈夫大丈夫、そのままで。それは大丈夫。俺マジでやが、女装したら本当に歩きたくない。女装してなくてもお前と歩くの勇気いる行動だからな。やばやば。今日でもなんかやばやばやば。今日いつもとなんかね、翔ちゃんが着てる T シャツの色がなんかいつもと違うくて、いつもなんか白とか黒系とかが多いじゃないですか。だからなんか最初誰か分かんなくて、はい、おはようございますって言われたんですけど、はい、普通にこう挨拶するじゃないですか、はい、おはようございます、ん、誰って思いながら。やっぱり思ってました。一緒にラジオしてる人忘れるんだ。じゃあ2回行ったんですよ。2回挨拶したんだ。2回おはようございますって言って、うん、めっちゃ知らない面してもうなんかすぐ旗を置いて、どっか行きよったわけ。違う、その時はだから1回目は聞こえてないんですよ。そう聞こえてないなと思って、おはようございますって言ったら、もっと声を張っていったと。そうしたら、あーなんでよ、挨拶されてそんな返事する人いる？違う、あーみたいな。いや、そんなの言ってない、そんなの言ってない。おはようございます。いや、これやってたっていう話一応聞いてるんですけど。いやいや、そんなの言ってない、本当に怖いな。そう、あ、もしかしてタバちゃんさん俺のことを分かってないな。確かに、メガネが反射して、こう言い訳していいです、帽子かぶってるし、うん、メガネがちょっと反射してるし、なんかいつもと違う T シャツの色着てるし、なんか認識できなかった、頭が一瞬。そうですよね、いつもむき出しですもんね。そこで結構ベッて、なるほど、あ、翔ちゃんだみたいになるので。この T シャツお前捨てれ、もう。そうだな。ターコイズブルーって言えば、なんて言うのこれ。ターコイズ、何色でしょうね、これ。表現がかっこいいな。ステレも。エメラルドカラーと言ってほしい。うん、あー、エメラルド。こんな看板のステーキあるような、わかるか、こん、沖縄市に。エメラルドですか。いや、この話終わろう。あ、祭りだった。わかんなかったもんな。わからない時点で。そう、一応ね、祭りシーズンですから、ね、カップルでこう、うん、行くのってやっぱ憧れてるんですよね。浴衣着ていきたいですか。はい。
浴衣か。浴衣いいよな、絶対な。いいのかな、ちょっとあんまり、いいか浴衣。どういう反応だったの。じゃあなんかよ、今考えたば、頭の中で、はい、浴衣の良さもあるけど、はい、浴衣の悪さもありますね。悪さなんですか。うん、なんかね、うん、めんどくさいのかな、着るのが。うん、着るのもだし、ね、いやこれ、うん、女性側が来たとしても、はいはいはい、なんだろう、一緒に歩いてて、なんかいろいろ大変そうだなと思って、うん、ちょっとこれ祭りの中だけだったらいいけど、うん、この祭りから出てどっかまた他行こうかしたら、例えば、ね、遊びにとかまたその後、まあ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 、もう僕らも成人してますから、お酒飲むとかだった場合、うん、そうだね、なんか違うなって感じですね。確かにそうですね、うん、席とかも気使って、なんか掘りごたつにするかテーブルにするかみたいな。お前そんなの考えれる男ば。考えるよ、デージ持ってるだろお前。いや、彼女今までいたことある？ない。なんで持ってん。本当にマジだ。なんでですか。ないんだ。らしいです。確かに、エコダイルさんも紹介してって言ってるんですけど、うん、まず俺から紹介してください。あの、どういう意味？彼女の方は。あ、彼女の方から、うん、あ、今ね、ツイキャスで、うん、ちょっとね、僕らの同期に当たりますグリーンノートっていうね、コンビがいるんですけれども、うんうんうん、そちらの片割れの塚山貴則くんって子がね、浴衣いいなと言ってるんです。はい、うん、何が浴衣の何がいいのかね、具体的にあの、はいはい、5行ぐらいでまとめて僕にね、LINE 送ってください。お願いします。うんうん、うん、お願いします。具体的にね、本当に何がいいんでしょう。エメラルドは北中グスクの島袋です。エメラルドっていう、そうそうそう、ステーキ屋さん分かってくれる人いたんだ。あ、すごい。そうそうそう、私も分かりますよ。こいつのシャツの色してる看板してるんですよ、エメラルドって。分かります。一回見せてみ、見せてみ、カメラに。この色の看板してるんですよ。いやー、分からんか、ラジオだからな。すいません、ね、あら、どうもこんにちは。はい、ありがとうございます。昨日のことこの、お疲れじゃん。知り合いか、お前。お疲れ。お疲れっしゃ。でも一個言いたいことがあるんですけど、エメラルドさんの、うん、あのエビフライ超うまいですよ。そうなんですか。もうステーキも美味しいんですけど、はい、あっちはエビフライ超うまいです。そうなんだ。なんなんですかね、このね、でも、うん、結構ありますよね、この。分かる分かる。例えば餃子屋さんとかっていう括りでも、その餃子屋さんのチャーハンがめちゃめちゃ美味しいとか。そう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 、ある。なんかそういう情報分かる人がいたらね、ちょっと欲しいです ね、 欲しいね。食べに行きたいから。本当に。分かる分かる。美味しいとこですか。あります、そういう。なんか何々屋さんなんだけど、うん、ここのそのメインじゃないサイドというか、なんか何かが美味しいみたいな。昨日行こうとしたところって何だったっけ。昨日、昨日ボンジョルノと俺、吉本沖縄花月のね、あの同期のボンジョルノっていうのがいるんですけど、はいはいはい、そいつと行こうとした寿司屋さんの名前何だったっけ。寿司屋さん、寿司屋さん。え、どういう意味。あ、回転寿司なの。くら寿司行こうとした。あ、くら寿司。そう、くら寿司のですね、はいはいはい、カレーが美味しいらしいですよ。おおお、シャリカレー。シャリカレーうまいって言ったな。もう食べたことないんですよ。そう、うまいらしいですね。行きました。あ、行ってないのか。行ってない。で、あ、もうありえんぐらい人が混んでたんですよ。本当に。ディズニーランドから。本当に、本当に混みますよね。はい、なんなんだろう。ずっとずっと、うん、あの、1時間半待ちなんですよ。そう、くら寿司食うのが、沖縄ねえ、怖っと思って。怖いですよね。はま寿司もそんなんですよ。スシローもそんなんだし、だいたい夜とか1時間待ちとかしますね。1時間、あ、そう、食べ物並べないんですよ。並べます。あ、あ、私もあんまり並びたくないな。無理だな。でも結構な、本東京とかなんかそういうね、はいはいはい、都会のところではパンケーキ食うのに1時間とか2時間とか並ぶんですよね。パンケーキって感じですよね。この並んでる間にね、パンケーキから気分餃子に変わったりしないのかなと思って。そうする。私絶対します。絶対しますよね。絶対する。なんか、まあ、パンケーキだなって口で言って2時間待たされたら絶対変わると思うんですよ。変わってる変わってる。お腹普通に好くもんで、ね、なんか、うん、普通に好き、好くから。そうですね、だからもうお腹普通に好くからな、ね、うん、変わってるよ、もう気持ちは。変わってますよ、気持ち、うん、はい、ということで、じゃあ、うん、ここでまた曲を1曲お届けしたいと思います。はい、続いてお届けするのはですね、フローで海へ行こうです。グリーンノートの使いは浴衣がエロいから浴衣がいいらしいよ。黙れてとく。高典黙れって言ってるな。うん、うん、グリーンの夜ご飯の時間帯に行くから1時間待ちとか違うの。あー、まあまあまあ、まあ、時間帯それはありますけど、うん、でも夜ご飯の時間帯8時とかに行ってさ、うん、1時間半待ちされたら9時半じゃん。うん、きついっすよね。お腹空いてるから行くのに、そこで1時間待ち、うん、
そう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 、待てない。これやっぱりでも沖縄の人、うん、あれマルキオビルさんの夏の過ごし方教えてください。塚山おい鷹のり、これ別に俺に聞かんでいいだろう、後で教えるよ。どうせ会うんだから。なんだろうかな。あ、マルキオビルさんじゃなくて翔平さん。俺省かれたやつだ一気に。かつね、コウスケの方いらないらしいな。翔平の方がいいらしい。バイバイ。うわぁ。いやいや、めっちゃ眉間にしわ寄ってますけど。めっちゃ眉間にしわ寄ってます。入ってくる、入ってくる。来るな、来るな。たかのり、その後に夏3分後ぐらいに夏の過ごし方っていうのをね、教えます。クイズってって言ってるんですけど、クイズなんか言ってんのかな、クイズ。あ、写真じゃないですか、写真。毎年写してるのよ。翔平さんのお話楽しいよ。マシャさん。マシャさん、こんにちは。そしてお疲れ様です。オーライ、OK 出たらプレゼントどうも。クイズに答えたらこっそりと。あ、なんかここで全然俺たちが関係ない話してんだ。うん、めっちゃしますよ。なるほどなるほど、全然いいですけどね。どんどんやってください。いいよ。メール来てないです？なんか、ない？メール送ってください。メール送ってくださーい。これ、戻るこれ？来てないですね、メールは。ソーシャル新着。たぶんツイッターのツイキャスのコメント。あ、でも来てるっぽいけどな。あ、違うや、これだ。これでしょ、開かれてないやつ。あー、それはなんか違う。時間が違う。いや、開かれてないやつですよね。うん、あそこはそれです。浴衣ってエロいですか？いや、そう、だからそこはあんまり感じないな、何も、なんか。あ、テーマ何って、メールのテーマフリーです。なんでもいいっす。糸動かしだよね、本当に浴衣って。趣がある。そう、高典、お前俺にも興味持て。仲悪いんすか？デイジ仲悪いっす。なわけねえだろ。こいつら一番仲いいんすよ。高典と勝連がね、言ったらちょっと高典くんは俺をいじめに来てますからね。これな。なんで同期でこんな潰し合いしないといけ。そうそう、ひどいやつよ。あ、いいよ。やっけやばい、勢ぞろいしてるわ。あ、そういいよ、お前出てくんな、もう。またすごいのが出てきたな。ソーセージって何の腸でできてるんだっけ。調べれや。豚です。豚です。お、すごい。そうそう、アフソあれ出るみたいね、気象転結オリジンさんのね、うん、うん、出るみたいね。あ、いきます。テーマが分からなくておく、テーマは振り。さあ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 、一体どんな展開になるんでしょう。さて、時刻は3時42分を回っております。あ、もう回りまくってますね、42分を。なんかね、ツイキャスでいろいろとコメントが出るみたいなんですけど、うん、はい、何でした？ソーセージって何の、ね、ソーセージって何の腸でできてるんだっけってね。豚でございます。豚ですね、はい、基本的に豚の腸でできております。基本的にね、はい、豚の基本的にソーセージマニアのね、たま、うん、ちゃんさんが答えてるんで間違いないと思います。ソーセージ結構好きなんですよ。はい、あ、そうなんですか、はい、ちょっともう間違いないですもんね。ありがとうって割り切り律儀にこのアフソ君っていうんですけど、これが僕らの、うん、沖縄吉本の、はいはい、養成所の同期でございました、はい、あ、そうなんですね、はい、ありがとうございます。どういたしまして。
この顔文字イラつくな。腹立つわ。これをねみんなに教えれないっていうのかな。うん、いやなんか鼻がつれてる。大丈夫かな。なんでさ子供ってさ、はい、ってさ頭にねなんかトートバッグみたいなやつさ、うん、頭にかけてから歩くのかな。かけますね。わかるわかる。わかる。今やってたでしょ君。やってないか。やってなかったよな、ごめんね。証拠はありません。うん、完全犯罪です。はい、いいんじゃない。うん、ゴーオールアブロードって書いてます。はい、ありがとう。マーベル、マーベル。ありがとうね。ありがとう。バイバーイ。バーベキューした？バーベキュー。バーベキューした。海で泳いでんの？海で泳ぎました？うん、泳いだ。聞こえてるだろ、お前。はい。じゃあもう一回泳いでこい。ゴー！ゴー！ゴーゴー！海へゴー！いってらっしゃい。バイバイ。でも私もちっちゃい頃やってました。おでこに、ね、トートバッグとかなんかこの持つところを頭にかけて、はいはい、かけてあれなんでだろうな。あとなんか体育着入れる袋を蹴ってましたよね。蹴って歩いてましたね。わかるわかるわかる。サッカーボールみたいにしてからさ、ナップサックではないよねあれ。みたいなのみたいなの、うん、蹴ってましたね。おーどうした君たち。なんかいっぱい集まってきましたねちびっ子たちが、ね、群がってきた。顔がちょっと大丈夫。散るんだ君たち。それを見といてくれるの。何小学校ですか。どこの小学校。え宜野湾。宜野湾小学校。小学校。あ、僕の後輩でございます。あ、そうなんですね。はい、敬語使ってもらっていい。先輩だってよ、宜野湾小学校。先輩だからさ、ちょっと敬語使ってもらっていいかな、ごめんね。もう大人の社会で。教えるの。何年生ですか。何年生ですか。何年生ですか。うん、3年生。3年生。2年生、4年生。4年生と2年生がいますね。4年生、2年生、1年生、もうね、一応宜野湾小学校らしいっす。宜野湾小学校、はい、あ、お母さんですか、奥で笑ってんの。あー、ね、お母さん。僕も宜野湾小学校卒業なんです。お母さんめっちゃ子持ちじゃないですか、はい、お母さん全員、今ね、8名、9名ぐらいいるんだけど、うん、全員があのお母さんのお母さんのけないでしょ。いや、お母さんのお母さん。どういうことよ。お母さんのお母さん。じゃあ、わからん、もう何言ってる。もう圧迫するからみんなが。そうだよ。いやでもね、プレッシャーです。これは触らない方がいいよ。危ないですよ。これは気をつけて触らないでね。見ててくださいね、でも最後まで。はい、うん、はい、なんかね、メール来ないかな。メール、まあ、じゃあメールと言いますか、はい、なんかね、なんか来てます。そう、なんかね、夏の過ごし方を教えてくださいっていうね、バイバーイ。来てるんですけれども、この夏の過ごし方、ね、ね、うん、翔平くんの夏の過ごし方を教えてっていうことなんですけれども。あ、俺の。はい、これちょっと教えてもらっていいですか。そうはいはいはい。俺、何するのかなと思って、この夏、うんうん、この夏何するのかなと思ったら、はい、やっぱ海。海で BBQ。 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 そして、うん、パーリピー。パーリピーの前に、前に筋肉トレーニング。筋肉トレーニング。そして体ムキムキ。女にモテモテ。無理だ、絶対叶わん、これは。絶対無理って。モテモテ。お前さっきお前もう夏だぜ、今。あ、でも確かにさっきモテ、心的にはモテると思いましたけどね。なんかな、そうそうそう、違う、あ、そうだ、お前ここ内面はいいやつだもんな。内面、うん、そうなんですよ、俺。でもよ、分かるか、この人さ、この出会う時よ、なんか絶対よ、第一印象って大事だからって。あ、はいはい、まあまあ、でしかも人って会って3秒で第一印象決まるっていうじゃないですか。あ、言いますね。そうそう、だから見た俺が女の子だとして、うん、翔平パッて見た瞬間、はい、3秒以内に無理って思ったとするさ、うんうん、無理だって思ったら、うん、もう無理だわけよ。へー、なんか知らないもん。そうそうそう、最初第一印象が良くないと、うんうんうん、絶対まず仲良くなろうともしないじゃん。そう、だから、ね、よってお前の内面の良さをアピールされんばん。あ、だから結局外見を磨くしかないっていう。心の金庫が閉じちゃうんだ。あー、ちょっとうまいこと言ってるようで何言ってるか分からんな。でも筋トレしてる姿が好きな人もいますから。筋トレしてる姿が、うんうん、格好じゃなくてこのムキムキな状態のボディを。なるほどなるほど。まあまあまあ、確かにそれはちょっとね、うん、ちょっとムキってしてる人が筋トレしてる姿はかっこいいですけど、うん、でもこの筋トレしてる、頑張って今頑張ってるんだなみたいな感じの姿が好きな人も結構いますよ。あ、なるほどね。だから海とかでちょっと筋トレしたら、うん、なんか、お、なんかあの人頑張ってるなみたいな。いやいやいや。海で筋トレはね、もし海で筋トレしてる方いたら本当に申し訳ないんですけれども違うぞ多分。そうかな、なんかあの砂浜ダッシュとか、うんうん、そういう、だからなんだろう、部活とかのくくりでそこで練習してるんだったらいいけど、はい、一個人で砂浜でめちゃくちゃ腕立て伏せとかさ、腹筋とか、ましてやこんな翔平くんみたいなやつがやっててごらんなさいよ。ごらんなさいよ。すぐ追放されるからな。いやいや、絶対なんかの罰ゲームって思われるよ、思われる、思われる。それで終わりですよ、絶対。そうかもしれない。いや、でも私結構あの筋トレしてる人とか好きですよ。あ、本当ですか、はい、マジか。
よかったじゃん。マジか。じゃあちょっとね、うん、ご飯とか今度行ったらいいんじゃないですか、うん、ということでね投げやり、はい、エメラルド行こう。エメラルドエメラルド行きます。エメラルド、じゃあエビフライ食べますね。エビフライね、うん、エメラルド。あ、うん、なんかそうしメール来たかも。お、どうでしょうか。知れないですね。メールがあったら読みます。はいはい。お、でもその間にちょっと一個またお知らせしましょうかね。うん、お願いします。ですね、昨日は市役所の方から、はい、お知らせなんですけれども、うん、とですね、幼稚園臨時教諭の募集を、宜野湾市で行っております。宜野湾市立幼稚園の臨時教諭の募集を行っております。はい、とですね、学級担任の先生だとか特別支援の担任の先生だとか、うん、預かり保育の担当さんとか預かり保育特別支援教育支援員の方など、まあ、職種が4つありまして、募集しておりますので、はい、もしですねお子様が大好き、そして幼稚園で働いてみたいという方がいらっしゃいましたら、お問い合わせしていただきたいなと思います。はい、またですね、幼稚園教諭の免許を持ってないとダメというかですね、ちょっと条件がありますので、はい、詳しい内容はホームページでご確認いただくか、教育委員会指導課担当中本さんまでご連絡よろしくお願いします。お願いします。はい、電話番号は 892-8289 です。はい、どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、ではメールいってみましょうか。はい、はい、じゃあ読んでいきますね。はい、はい、へいへい、たまちゃんよ、マルキョウの皆さん、サザンブリーズリスナーの皆さん、こんにちーす。こんにちー、こんにちーす。こんにちーす。神々の日ですよ僕。こんにちーす。はい、ありがとう。はい、テーマフリー、はい、もし夏祭りの楽しみ方は、うん、俺っすか、うん、祭りの露天の食べ物や花火大会だな、うん、花火より可愛い浴衣の子探しの方が楽しいっす、うん、マルキオさん整いました。屋台の焼きそばとかけまして、うん、剣道の試合と解きます、うん、その心は麺をコテで返します。以上だ。おお、チャラい AKB ファンさんからでした。ありがとうございます。徐々に腕上げてないですね。上げてますね、うん、麺をコテで返します。はい、日当たりの焼きそばとかけまして剣道の試合届きます。麺をコテで返します。以上だ。あ、素晴らしい。はい、次行きます。ちょっとなんかお二人、ま、屋台で好きなものとかあります？屋台、屋台か。いや、屋台で好きなとこっていうか、うん、まず僕と翔平二人で、はい、まあ、17、18ぐらいの時な、うん、屋台で働いて、働いてたもんな。屋台で働いてた。この祭りの楽器館があれば、はいはいはい、ほぼ行ってたんですよ、屋台の。結構イベントの時とかね。そうそうそう、この友達の中にそういう出店を出してて、うん、親、この友達の親がね、そうで人で探してるから僕らいつも行ってたんですよ。出張っててね、うん、うん、もうこいつありえんぐらい焼きそば焼くのうまいんですよ。はい、食べたい。ビビる本当に。ビビるぐらい焼きそば美味しい。そんなうまくないだろ。カシャ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 ンってなんかいちいち、はい、奈良さんでいいところで銀と銀のやつなんかコテって言うんですか、はい、あれもカチャ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 ソースピシッカチャカチャカチャもこみちのオリーブオイル。お前がこいつが先人ですからソースだけ。はい、そんなオリやばかった。いやでもかっこよかったよ。ありがとう、うん、ありがとう。はい、なんかまだメール来てます。はい、じゃあどれから読もうかな。はい、うん、FM ギナーをお聞きの皆様、はい、こんにちは。こんにちは。はい、ターマーちゃん、はい、マルキオビルのお二人さん、はい、FM ギナーの皆さんのスタッフ、うん、FM ギナースタッフの皆さんも、はい、こんにちはと。こんにちは。はい、今日もおかしなラジオネーム銀のトロンボンです。はい、今日のテーマは、うん、振り。はい、メガネの方へ、翔平のことでしょうね、うん、エイリアンの真似してと。うーん、で、そしてさっきね、うん、あのエメラルドの話してたから、はい、なんか探してね、多分エメラルドの写真を送ってきてくれてますね、うん、すごい、ほんとだ。エメラルドジャンボプレミアムディブステーキって書いてある。お前、ダメダメ、そらすな。あ、なんかエイリアンの真似してほしいらしいよ。エメラルドって緑のね、看板のステーキ。もう無理って、もうやってやれ、もう俺読んでしまった、ごめんな。ちょっと聞きたいんですけど、うん、そろそろですね、エンディングの時間になってきましたので、あらあらら、まあ、いつものようにちょっとエンディングね、はいはいはい、最後ね、お願いしたいので、このエイリアンの真似、うん、はい。じゃあちょっとなんか締めましょうね。もう一度ちょっと羽衣祭りの特番のお話をさせていただきたいんですけれども、はいはい、明日8月6日の午後5時から午後9時まで、はい、4時間
木の湾市海浜公園などで行われる羽衣祭りの、特番を FM 木の湾で生放送いたします。はい、パーソナリティさんは、お二人の先輩 の、はい、のピーチキャッスルのお二人と、ね、ピーチキャッスルさん、はい、そしてあと沖縄、はい、そして関東など、まあ、いろんなところで活躍されている川光愛さんをですね MC に迎えまして、はい、お届けしてまいりますので、はいはい、皆さんぜひメールを送っていただいたり、まあ、もちろんツイキャスユーストリームでの配信もいたしますので、はい、そちらでですねコメントを送っていただいてバンバン盛り上げていただきたいなと思います。はい、はい、そしてまた先ほどちょっとお知らせさせていただきましたように、うん、なんと豪華リスナープレゼントも用意してますので、いいよこれはいいよ、はい、ラグナガーデンホテルさんの宿泊、じゃあ朝食付きペア宿泊券をですね、はい、2組様に、はい、プレゼントいたしますので、本当に太っ腹です。はい、ご希望の方はメールでですね夏の思い出のエピソードを書いて送ってください、うん、はい、住所、氏名、電話番号もですね忘れずに添えてください。はい、はい、メールアドレスは 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。はい、はい、そしてもちろんですね会場に遊びにいて、うん、来ていただいて、はい、いろいろここね羽衣祭りの様子を見ていただきたいので、うん、はいはいはい、うん、もう宜野湾市そして沖縄県にお住みの方は、うん、ぜひ8月6日7日の羽衣祭りに遊びに来ていただきたいなと思います。はい、はい、以上で今日のサザンブリーズは、お届けしてきたんですけれども、うん、最後に、うん、そうね、謎にね、うん、ちょっとエイリアンの真似をしろっていうね、エイリアンの真似ね、うん、いけちゃいますでしょうか。もうなんかお前が思ったエイリアンでいいんだよ。行きますよ。行こう行こう行こう。じゃあ翔平さんのねエイリアンまでやばいこのねビーチでやってるんですけど今、うん、あのお呼び出しの放送と丸かぶりしてるっていう。まあいいでしょうか。さあさあさあ行きましょう行きましょう行きます。3、はい、翔平さんのねエイリアンまで行きます。3、2、1どうぞ。カラピコポカパー、うまいうまい喋るのか。うまいんだよな。人間うまいうまい。あ、なるほど、食べてむしゃむしゃうまいうまいと。うまい、ショヘのエイリアンでした。ありがとうございます。なんかあれですね、寄生獣っぽい感じでしたね。はい、うん、いや、 やることが大事だから、本当そうですよね。いいことしたいいことした、はい、本当に。はい、ということで、今日のサザンブリーズもここまでとなります。はい、今日金曜日のお相手は、うん、FM 宜野湾の神田玉樹と、はい、吉本沖縄所属、マルキアビルでした。はい、まだあります。いや、ここで終わらないかなって思って、ちょっと終わらないかなって言ったらあれなんですけど、なんかね、最後に皆さんこのビーチに放送を流してバイバイってしたかったんですけど、はい、まあ大丈夫ですね。まあまあ全然全然でしょ。しょうがないですね。こういうこともありますからね。はい、お知らせも大事なので、うん、ぜひちゃんと聞いてくださいね。はい、ということでまた来週お会いしましょう。皆さん、はい、さようなら。さようなら。セブンさん、チャライムクチさん、お、コウタくんも、はい、アウソくん、DJ マシャさん、はい、はい、エコザイルさんもね、シグナさん、はい、はい、ありがとうございます。うん、ありがとうございました。はい、ツイキャス終わります。ウェース、さようなら、ありがとう。に入れてツイキャスの人と絡むんですか。うん、ああ、そういうことです。メールが多くて。
SIR のエナジーチャージステーション。はい、時刻は4時を回りました。 FM ギノワンをお聞きの皆様、こんにちは。今週も始まりました、 SIR のエネルギーチャージステーションのお時間です。パーソナリティはハイクオリティライフを目指すあなたの健康をサポートします、 SIR のミキとスピリチュアルライフアドバイザースカーレットドラゴンのマダムキセで、これから1時間生放送でお送りいたします。はい、こんにちは。はい、この番組の前半では心と体のエナジーチャージ、生き生き健康で美しくあるために必要な SIR 社の主力商品であります沖縄県産サトウキビを原料にして作られたシュガーケイソの紹介や、お客様の体験を交えた健康に役立つ情報を、そして後半ではスピリチュアルライフアドバイザーマダムキセによります今週から来週にかけての開運お導きメッセージをお届けいたします。そして、はい、洋楽セレクトもお楽しみにしていただきたいと思います。はい、はい、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、エナジーチャージステーションではメッセージも募集しております。今日のテーマは水分摂取。水分摂取、はい、そうですよね。暑くなりましたからね。そうですね。はい、皆さんも一日どれぐらいお水を飲んでいるでしょうか。はい、はい、どんどん送ってください。はい、メールアドレスは 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com また FM ギノワンではユーストリームとツイキャスで映像と音声のネット配信をしております。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらも合わせてお楽しみください。はい、はい、サイマルラジオから。そうですね、はい、洋楽聴いてください。はい、ということでですね、キセさん、はい、8月になりましたけども、でもなんかミキちゃんここにいるの久しぶりのような気がしますね。あ、そうですね、はい、あ、すいません申し遅れました。昨日先週ですね、はい、はい、ちょっと骨折を先々週してですね、ですねこれね、はい、ちょっと複雑骨折だったので、はい、先週木曜日にちょっと手術をして、はい、はい、金曜日は行くつもりだったんですけど、はたはたしてました。そうですね。大変そうでしたよね、痛みに強い。あ、私 ね本当に痛み強い方なんですよ、なんですけどやっぱりね、このプレートがちょっとね今入ってるの で、うん、で2箇所切ってるんですよ、うん、はい、はい、ですのでもうどうしてもやっぱりこの痛みに耐えられなくてですね、でもやっぱり極力薬ではなくて、はい、アロマオイルとかケイソとかをぬる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 しながら、はい、はい、なんとか耐えてですね、でもやっぱり日々回復してまして、はい、だいぶですね。痛みはね、なんかあんまり感じないっておっしゃってましたよね、うんうん、塗ってる間は。塗ってる間はやっぱり痛みに収まったんですよ、うんうん、でね、びっくりしたのが、はい、パンパンだったんですよ、やっぱり翌日3日ぐらいまでかな、はいはいはい、パンパンだったんですよ、うん、はい、であまりにもパンパンすぎて、はい、もうなんかもうはち切れそうで痛くって、はい、傷じゃなくてですよ、分かる分かる、はいはい、うん、そしたらこのもう指先ももう冷たくって、はい、あ、これじゃやばいと思って、でも曲げられないんですよ、うん、自力で、うんうんうん、これはやばいと思ってケイソ塗って、はい、ね、アロマオイル塗って、はい、でやったら 2、3分ぐらいから曲げられるようになったんですよ。すごいですね。あ、嘘、すごいと思って、うんうん、ずっとこうやってやってたらもうずっと、はい、何もうあったかくなって指先が、はいはいはい、それ普通に動かせるようになったんですよ、はい、もうこれちょっとリハビリ感ってやばいだろうと思ってたんですけど、うんうんうん、はい、動いてますからね、はい、もう全然、ね、うん、もうその時からどんどん腫れが引いていって、ええ、はい、ミキちゃんがすごいなと思ったのは、はい、そういった状態